はい、こんにちは、アングラーズリパブリックの沼田です。今回はですね、スロージギング、このスロージギングの、基礎講座ということでですね、メタルウィッチのスロー&フォール、このモデルとそれからスローブラッドですね、これを、実際に使ってみて、まあ、タックの組み方であったりとか基本的なジグの動かし方、そういったところをね中心に、解説していきたいと思います。それではですね、まあ、このスロージギング、これの基本的な、ジグの操作の仕方ですね、これを解説していきます。まずはですね、大きく上げると巻き上げとそれからフォール、この2種類になるんですけれども、巻き上げの方、の基本的な操作の仕方ですね、まずねイメージとしてはね竿のここティップのパワー、これを使ってねこれが返るスピードもしくはパワーでジグをアクションさせていく、横方向へスライドさせていくっていうイメージを持ちながら、操作していくのが基本になります。やってみますね。で、ここからです。で、今ねこれ4パワーに 150g、ジグつけてますね。で、これをこういった形でですねティップ、これがジグをこう戻していきます。パーンと返していきますね。この時にジグは横になる、このイメージです。で、この時に、ジャークのリズム、それからリーディングの幅、それからロッドを持っての、ジャークのパワーですね、この3つで、ジグのアクションの大きさをコントロールしていきます。なんでまずねペース、基本的にはだいたい鼓動の速さぐらい、でリーディング、これも1回転から、まあ、本当に細かいと4分の1とか、いう少ない移動距離、それを状況に応じて変えていきます。でこちらロッドを持って、これも、本当にジグをおとなしく動かしたいときはほとんど動かさない、リーディングの移動と竿の返りだけでジグを動かす、もっと大きく動かしたいときは竿も一緒にアクションさせていくと、このリーディングとアクションの大きさ、これで、まあ、移動距離とジグのアクションの大きさを全部コントロールしていくイメージで、リズムですよね。なんでまず最初はね基本的にはラインに対してロッドが直角になる位置、これで構えていくと、ロッドの
パワーが生きてきますね。なんでまずはラインに対してロッドが直角になる位置で構える、それから、スタートしていくというのが一つ基本になります。でこのね構える位置も逆にもっと角度を鋭角にしてあげるとパワーはねより生きてくるんで、ジグのアクションっていうのはもっと大きくなります。ターンターンと返すパワーが大きいですね。これがね逆にね鈍角ジグ差を下げていくと返すスピードが、遅くなってパワーも、立ててる時より低いですから、ジグは控えめな動きになります。この構える位置だけでもジグの操作大きさですね、これはね変化してきますから、まずは基本直角なる位置でこのリズムで、最初はね多分ねジグの動きを水中こう水面下でね動かしてみるといいですね。ジグがねパーンパーンって横を向いていきます。これを水の中でも同じようにイメージしていくということです。で実際にね釣りするときはこのリズム、常に一定ではなくて、例えばこう魚が追ってるなパン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 、逆に追わせる少し速いリズム、もしくは逆にごく小さくして食わせていく、こういうのを織り交ぜながら、操作していくことが基本です。それとねもう一つ、大切なのは巻き上げていくときにバイトのタイミングっていうのは、巻き上げでも食ってくるんですけど、フォールのタイミングで食ってくることが結構あります。なのでパーンパーンパーンっていって、あなんか追ってるなって言った時にフッとラインを送ってやると、このタイミングで今までこう魚がジグをずっと見てたのはイレギュラーな動きするもんでバーンとバイトしてくるっていう、そういうイメージがね結構多いです。なんで実際にやるときはまずこのジグを上方向巻き上げていって吸わせるタイミングを入れる、こういった形で、スピード、テンポ、それからリーディングでその移動距離の大きさ、ジャーキングの手でどれぐらいのパワーを伝えるか、こういった形でジグのアクションの大きさをコントロールしていく、これが基本になります。それではですね、もう一つの、パターン、今度はねロングフォールというパターンです。で先ほどね巻き上げで食わせるタイミングがフォールに集中する時がありますよって言った通り、バイトがねフォールに、集中するであるなら、まあ、フォールに特化した釣り方をしたらどうかなっていうのがこの釣り方です。基本動作としてはねリーディングを1回転して竿を上げます。でフッとジグを落として、その落ちたタイミングでバイトを誘う、それが基本の動かし方になりますね。ちょっとやってみましょう。リーディング、1回転しながら竿を上げます。で、フッと落としていく。リーディングを1回転しながら落としていく。リーディングを1回転して落としていく。で、この時に、竿の上げ幅、これが仮に2メートルだとしますね。で、リール1回が1メーターだとすると、リーディングを1回転して都合3メーター上げてフッと2メーター落とすっていうことは、ボトムから今1メーター上がってることになりますね。でこれを10回繰り返すと、ボトムから10メーター上の位置にジグが来る、そういうイメージです。であくまでも食わせるタイミングは、この時、フッとフォールしている時ですね、ここで食わせるイメージです。リーディングを1回転入れてリーディングを1回転して落とすと、これが基本動作です。でこの時に、例えばロッドを上げる距離ですよね、これが半分の45度、もしくはほぼ垂直になる
一番マックスの距離、これはその日のパターンによって変わってきますんで、一番当たりの多いところ、要はフォールの幅の探っていくという形、それからぐーっと上げて落ちた時にバイトするんで、見てるのはラインの動きです。落とし方が例えばふっと完全にフリーフォールさせた時は糸吹けが出ますね。これが沈まれきらないで吹けたまま、これも要は魚がバイトしてる証拠で、逆にテンションフォールに近い角度を落としていく時にふっと糸吹けが出たり、パンと糸が入っていく、これもやはりバイトの、当たりですね、なりますんで、ふーっと上げてパッ、この時にラインの動きを見て、上げて、こういったパターンになります。はい、それではですね、スロージギングに使う基本的なタックルの方の、説明をしたいと思います。まずね、ロッドですね、まあ、これもうスロージギング専用のメタルウィッチスロー&フォールモデルで、631から634まで、6フィート31で1パワーから4パワーまであります。でそれぞれ1パワーで60から 110g で、2パワーで 100g から150、3パワーで130から180で、一番強い4パワーで150から200g、このジグを、ジャックしてくるときに一番竿の、パワーがフィットしてくると、まあ、そういった目安で使ってください。で後ほどねまた解説するんですけども、ジグのアクション、生み出すのが基本的にはこのロッドのティップセクション、ここのパワーになりますんで、まあ、それぞれに、適合範囲のルアーであれば、ジグを思い通りに動かすことができると、いうことです。でそれに組み合わせるリールですけども、まずね、巻き上げの釣り、まあ、スロージャークの釣りでいくと、自分が今メインで使っているのはハイギアのモデルです。で、だいたいねリーディング1回転で90センチ後半から、1メーター前後、そういった巻き上げ量の若干ね巻き上げの速いモデル、そのリールをセットしてます。でこれ具体的にはですね、1パワーと2パワーには、ジガーの線、ハイギア、それから3番4番の方には1500のハイギア、まあ、これあくまで目安なんですけども、まあそうですね、メインラインでラインがキャパシティが十分あってハイギアのモデル、これが今使いやすいかなと思います。で1台目も、まあ、ある程度ハイギアのモデルの方が汎用性が高いのかなっていう気はします。でここに入れてるラインですけども、メインラインは今、1.5 号入れてます。でスローの釣りの場合は比較的ラインシステム自体は細めの傾向ですね。下は 0.8 号のメイン、上は3号ぐらい、目安にしてもらって、まあ今 1.5 号っていうのがちょうどねその中間ぐらいですね。なんで、まあ、1.5 号であればだいたいこう根魚から、まあ、場合によって青物、結構幅広く使えると思います。 50m から 100m のレンジを探るんであれば、今のところ、まあ、200m 巻いてあればまずはゲームできますね。で具体的にははい、そうしましたら、次はですねスロージギングに使うジグですね。ジグの方を紹介します。で今日使ってるジグなんですけども、こちらゼッツから、発売されますスローブラッド、こちらのね、ちょっと丸い方が、ラウンド形状 R で、こちら、ちょっと角張ってる方がスクエア形状のタイプ S、スローブラッドの S とスローブラッドの R、 これを使い分けてます。まずねこちら S の方、基本的にスローのジグ求められる要素はジャークした時にですね、ジグがプップッとこういう形で横を向くっていうこと、少ない移動距離の中で確実にこう横を向いてくれるっていうのがまず求められる条件ですね。で、まあ、それはもうあの例えばジギング、まあ、比較的、ロングジグ使うゲームであったりとか、それでもやはりジグのシルエットを一瞬こう横に飛ばして見せるっていうのは魚に対して捕食のタイミングになりますんで、まあ、スロージギングでもそれは一緒、横を向かせるっていうのがまず一つ目の性能です。じゃあ S と R
何が違うのというと、これ両方とも巻き上げの時は横向きます。そうすると異なるのがね、フォールの姿勢ですね。まずこちら S の方はほぼ水平、ウエイトのバランスももうテーリングをしないギリギリ詰めてます。でもうそれでどこまで前行くか、あんまり前行きすぎるとテーリングしちゃうんで、そのテーリングをしないギリギリまでウエイト前持ってきてますんで、もう真横バラ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 落ちてきます。まあ、その関係もあって比較的フォールスピードっていうのはちょっと遅めになりますね。で逆にこちらタイプ R の方は巻き上げではこちらも横を向くんですけど、落ちていくときに若干ウエイトバランスがリアに寄ってる分、こういった形でですねイレギュラーに水を切ってダートして落ちてきます。でこのねフォールの姿勢の違いを、まあ、釣りの中で使い分けるっていうのが、スロージギングの場合一つポイントになってくるかなと思います。なんでまあ比較的ゆっくり落ちる S、フォールスピードの速い R、 そういう意味では例えば R をパンパンと巻き上げてきてスローにパンパン、それからストンってメリハリをつけて落としていくような場合には、R が有効です。で逆に S の場合はゆっくり巻き上げてさらにじっくりフォールでも見せる、そんなタイプがこちらの S になりますね。でこのジグにつけるフックなんですけども、自分は今ねメインで使ってるのは、こちらツインパイク、使ってます。でツインパイクの特徴は割とねゲープが内側入ってくるもんで根掛かりが少ないんで、例えば底物から、中層の青物まで、行くのに、まあ、比較的トラブルなく割と汎用性の高いフックということで、使ってます。でセッティング自体はですね上下にこちらダブルフックをつけてツインをね2つつけるような格好になるんですけども、まずね一つ肝は上と下の針がお互いに絡まない長さのフックを選んで上下にセットしてください。であとはターゲットがでかければ大きいフックを使っていくし、まあ、逆にターゲットが小さかったり、まあ、もっと繊細にこう当たっても乗らないような時は針を軽くしてあげてフッキングに持ち込むっていうことでフックサイズを落としていきます。なんで例えばこれ今150なんですけども、これには10ツインパイクの10を上下つけてますね。でこれが 100g のジグであれば、シレット自体も小さくなって、いくんで、まあ、噛み合わない長さが今一番あたり、まあ、そういった形でまずフックをセレクトして、上下やってきますね。駆け上がり、この地形の変化ですね。で、まあ、ポンピングなしで上がってくる魚ならもう上げちゃって OK。 で実際はね、まあ、本当にメタルウィッチ特徴としてはここら辺まで十分ベンドしても安心。まあ、これ本当魚の根から剥がすとか、まあ、ファイトで溜めるときっていうのも、まあ、そういう意味では安心感は高いタオなんで。さあさあ見えてきましたよ。おっしゃー、またー、やったー、よっしゃー、はい、っしゃー、ありがとうございます。 OK、 いいマハタだね。やりましたね。で今 85m ラインぐらい駆け上がりのレンジ、まあ、変則的なピッチだったんですけど、まあ、巻き上げのね、やりました。今ねこうトバカですね、ちょっとねこれメタルウィッチの、スロー&フォールの634150の、これがスローブラッドの S ですね。結構ね潮ガンガン流れてるところ、
いい当たりでしたね。金属的にカーンと入ってたんでね。ボトムこづいてきますね。よし、これがホールのパターンです。ラインに注目してるとね、ラインがねパパンって止まるんですね。で本来であれば沈んでいくはずの糸がね止まっていくと、まあ、そんな感じ。今深い25メーターぐらいかな。その時の20メーターライン若干深いですよね。割とねこのゆっくりしたポールの方が今、連続でいい感じで当たってますね。はい、当たり、おお、やったね、音も切れて、まあ、キロクラスですけどね、超おお、なんだ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 、あ、違うな、マラサか。おお、はい、すいません、ありがとうございます。おおおおお、すいません、ありがとうございます。さあ、やりましたね。やりました、マラサですね、来ましたね。633に130のスロットジグ、少しさあ、何でしょう。おー、やりー、よっしゃー。はい、まあ、本当ね、今ロングホールっていうのは着点間際で、次がね、これ R です。割とこう、近さがですキラ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 ってイレギュラーダートしながら打ってきますんでね。送ったよ。一発だよ。うわ、マハタだ。ハタ。R の100。キロ半ぐらいかな。よし、今のはねだいぶもう着底してね、ターン、もう竿に対してちょっとね軽めのジグ、ターンって大きく振って2振り目でターンってこう入ってるんで、